朗報、外国人労働者すら回避する国と化す。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。改めて、日本の高度成長期の経済成長率が同じく高度成長していた欧米の2倍だったという事実は、日本人の資質やら才能やら勤勉性やら優秀性とやらでは全く説明できません。日本の高度成長は需要が供給能力を上回り続ける高圧経済の下で、移民により人手不足をカバーできなかったからこそ達成されました。何しろ移民が入ってこない以上、溢れる需要を今いる国民で満たすしかないわけです。当然ながら社会全体に生産性向上の圧力がかかり、実際に公共投資、設備投資、人材投資、技術投資という資本主義の基本である4投資が拡大し、需要が肥大化した需要を埋めるために生産性向上の投資が行われる循環構造で、日本は世界第2位の経済大国に成長しました。高度成長期の西側先進国の経済成長率。そもそも日本の高度成長は高圧経済下で移民を受け入れなかったからこそ達成されたを否定する人は、50年代から55年代に至る西ドイツの失速をいかに説明するのでしょうか。西ドイツの国民の能力とやらがいきなり落ち込んだせいですか。違います。西ドイツは50年代中頃から移民を外国人労働者として受け入れ始め、生産性向上のペースが鈍ったのです。ただそれだけの話です。今後の我が国の経済成長を考えたとき、いかに移民を入れないかが最大最重要な課題になります、などと考えていたところに朗報。いずれ誰も来ない国、人口減で日本の働き手が減る構図が続く限り、年々増える外国人労働者は存在感を高める。国際的な人材獲得競争を見据えて、どのように受け入れていくべきか、共生の輪を紡ぐ方策を探る。中国上海市内には多くのフィリピン人女性が家政婦として働く。マリア・トマスさんは、子供たちと離れるのは辛いが家族を支えなくてはいけない。月収は約8000元。日本で働いた経験があるが、日本よりも2割多い。中国の方が条件がずっと良い。すでにデフレで貧困化した日本国は、アジアの労働者たちにとって魅力的ではない国に落ちぶれつつあるのです。なんたる朗報。フィリピン人メイドにとって、桃源郷はすでに日本ではなく中国です。中国本土で働くフィリピン人家政婦は、すでに約20万人。外国人メイド斡旋業の男性は、ビザなど規制が緩和されれば殺到するだろう、と語っています。ジトロの調査によると、製造業の一般公職の月給は、インドネシアが10年前の2倍、ベトナムも3割上昇。もはや単位労働コストで見ると、東南アジアより日本の地方に工場を建設した方が安いのでは、と思える状況になっているんです。日経新聞は、アジア人労働者が日本を回避する傾向が強まることを受け、外国人材に3個の例で来てもらわなければいけない時代が現実味を帯びると相変わらず頭の悪いことを書いていますが、外国人材すら寄りつかなくなった超人手不足国日本において生産性向上のための投資が拡大して、初めて我が国は経済成長の黄金循環を回せるのです。皮肉な話ですが、デフレで国民が貧困化し、貧困化が婚姻率低下と少子化をもたらし、生産年齢人口比率が下がり、超絶的な人手不足が始まろうとしているにもかかわらず、デフレによる貧困化で外国人すら寄りつかない。だからこそ、日本国民の力で経済成長をすることが可能な環境が訪れようとしているのです。経済とは本当に不思議なものです。